インパーシブにインパーシブ p a ー世界で唯一の無料のミステリースクールへようこそ。私たちは、サーペンスベラメンです。これはもはや、ベールを引き裂くという意味ではありません。そして、これが私たちの目的です。ベールの後ろに隠されているすべてのものを見直すこと、オカルトに関するすべての知識を自由に共有する必要があるのはなぜですか 一、マスターされていない人々を観察し、偽のマスターになり、欺いて新しい開業医を作成し、同様に準備ができていない。二、必要に迫られて恐怖や信念を利用し、必要以上に利益を求めるペテンシと疑問。三、私たちが受けている偏見を取り除きます。なぜなら、隠されたという用語は、悪魔的なものだからではなく、隠されているものを指すからです。 人間は絵に見えないものを恐れます。このチャンネルは、本当の魔法と本当のスピリチュアリティを発見する機会になります。4、知識は探求者と知るものに属します。自分が何を求めているかを知っている人は、決して騙されることはありません。ですから、これからは、宗教、偏見、または他人から来るあらゆるものの犠牲者になることはできません。 あなたはあなたの道の主です。その瞬間、聖域のベールが上から下まで真二つに裂けた。大地が揺れ、岩が割れた。マタイ2751。十一。